皆さんこんにちは、キレンです。本日もニュージーランドクライストチャーチラスリーゴルフクラブよりお送りいたします。時刻は間もなく9時を迎えようとします。だいぶ暗くなってきましたが、今回の動画進めていきます。今回の動画のテーマはアイアンで飛距離が出ない方の特徴、そして改善策についてお話ししていきます。もちろんこのアイアンというクラブは目標に正確に飛ばしていくクラブですので、飛距離を求めていくということではないんですが、それでもある一定の飛距離以上、自分の体格、ヘッドスピードに合った飛距離を出していくということがスコアアップ、スコアメイクにつながっていきますので、自分自身のアイアンの飛距離がいまいちパッとしない方、あるいは周りの同じ体格、同じヘッドスピードの方と比べてちょっと飛距離が出にくいというふうに感じている方、ぜひ動画の方最後までご覧になってください。ではまず一つ目のアイアンで飛距離が出ない方の特徴です。一つ目の特徴は、インパクト時に適正なロフト角でインパクトすることができていない、いわゆる手元がハンドファーストではなくアーリーリリースという形でインパクトしてしまっている。これではアイアンの飛距離を出すことができません。アイアンの飛距離を出していくためには、もちろんある一定以上のヘッドスピードというものが重要になってくるんですが、ドライバーなどと違ってインパクト時のロフトの角度が大きく飛距離に影響していきます。アイアンで飛距離をしっかり出していける方では、構えた時のロフトの角度よりもインパクト時には2番手以上ロフトが立ってインパクトしています。このアーリリースの形、これを直していく改善方法は様々あるんですが、今回はこのような方法を皆さんに提案していきます。主要クラブは今9番アイアンを持っていますが、このようなショートアイアンでスタートしていきましょう。まずはいつも通り構えていきます。この時に注意することは、体の中央よりも少し後ろ側、右利きの方であれば右側にボールを置くようにしていきます。このままボールを打っていきますが、バックスイングの大きさは3クォーター程度、そしてインパクトでスイングを終了させるようなイメージで振っていきます。イメージとしては腕の上下、この動作で静止します。もちろん体の回転の動作がありますので、上下というようにクラブの円運動が行われますが、腕の動作イメージはこれだけです。皆さんはもしクワやツルハシを打つときに、このように手首をリリースさせながら打つことはないですよね。しっかり手首の角度を保ちながらクワを打ち込んでいく、このようにすることによって下方向の力をしっかり伝えることができます。アイアンでボールを打っていくときも同様です。上下、このようなイメージでボールを打っていきましょう。振り切る必要はありません。上下、上下、このように行うことによってリリースが行われずに、しっかり手元が先行したハンドファーストの形を容易に作ることができます。では続いて2つ目の特徴です。2つ目の特徴は、ボールに対して力を伝えていく出力の方向を、ボールが飛ばない方は前に使ってしまいます。ボールを飛ばそうという形で前方向にクラブを動かしてしまっているんですね。これではアイアンは飛んでいきません。先ほどのハンドファーストのイメージのように、ボールに対してしっかり下方向の力を伝えてあげる、このような形でスイングを行うことによって正しくインパクトを行い、ダウンブローで適切にボールを運んでいくことができます。前方、前方向に
クラブを加速させようというふうに行うことによって、多くの方が構えた前傾姿勢をこのように消費した状態、体が起きた状態でインパクトを迎えてしまいます。力を適切に伝えていくためには体を起こしては伝えることができません。下側にあるボールを前傾を崩さずに胸の面をインパクトまで向けてあげる、このようなイメージを持つことによって適切にしっかり上からの力をボールに伝えて、そのエネルギーをボールに伝えて飛距離を出していくことができます。ただしこの前傾を保ち続けるこの動作を行うことは、ある一定以上の筋力であったり体の柔軟性がないとなかなか難しいです。年配の方であったり、あるいは女性の方であれば、インパクト時にこのような体勢を保つことが難しいと思います。ですので今回はこの点だけ必ず気をつけるようにしていきましょう。インパクト時に体が起き上がってしまう方は、バックスイング時でも同様に体を起こしてしまうという特徴があります。バックスイングで起こした体はインパクト、ダウンスイングのスタートで一時的に下がります。インパクトでは体が詰まりますので、再度起こすようにして打ちます。つまり体が起きてしまうのはスイングしていく前方向のイメージプラスバックスイング時の伸び上がりが主な原因です。バックスイングで膝の高さ、そして前傾の角度が変わらないようなイメージでバックスイングを行って、あとはこの体勢をなるべく維持するようなイメージで腕を真下に下ろしていきましょう。構えて体を起こさない、前傾をキープしたままバックスイングを行う。バックスイングのトップの位置はなるべくコンパクトな方が起き上がりにくいです。そのイメージでボールを打っていきましょう。では最後3番目の特徴です。3番目の特徴は、必要以上に大きなバックスイングをしてしまうということです。冒頭でお話した通りに、アイアンは決して飛距離を遠くに飛ばしていく、そのようなことを目的としたクラブではありません。あくまでも目的地に正確に運んでいくために、一定の距離を毎回必ず打つためのクラブになります。そのことから、飛距離を遠くに飛ばしてはいきたいのですが、平均的な飛距離を高い位置で保つために、トップポジションではできるだけコンパクトに、インパクト、フォローはしっかり取っていく、このようなイメージで行うことによって、飛距離を出しながら正確で平均的な飛距離を高い位置で保つことができます。もちろんボールをさらに曲げないようにしていくためには、コンパクトなトップからインパクト、そしてコンパクトなフィニッシュを取っていく、このようなライン出しという技術もありますので、それはまた後日動画にして皆さんに紹介したいと思います。大きなバックスイングでは極端にダフってしまったり、トップしてしまったり、平均的な飛距離が安定しません。普段から少しトップが大きいなというふうに考えている方は、ちょっとぐらい小さなトップにしようと思っても、いつも通りの大きなトップになってしまいます。イメージとしてはハーフショットで止まるぐらいのイメージでバックスイングを行って、バランスのいいフィニッシュを取るような、
そのような練習を繰り返し行うようにしていきましょう。イメージはここ。この練習を繰り返すことによって、必ずアイアンでの飛距離が伸びて、安定した平均的な飛距離も保つことができます。ぜひチャレンジしてください。それでは今回の動画以上になります。ご質問、ご不明な点はコメント欄までお願いします。それではどうもありがとうございました。